第34課1通りに私が書いた通りにこの漢字を書いてください。私が発音した通りに発音してください。私がする通りに手を洗ってください。 私がやったとおりにこの機械を操作してください。私がしたとおりに布団を畳たたんでください。二後で体操が終わった後で朝ごはんを食べます。昼ごはんを食べた後で昼寝をします。 自習が終わった後で家族に電話してそれから寝ます第34課が終わった後で35課の言葉を覚えます日本へ行った後で冬の服を買います3手形出かけますマスクをかけて出かけます 手袋をはめて自転車に乗ります。ヘルメットをかぶってバイクに乗ります。細かいお金を準備してバスに乗ります。4、ないで。日曜日は何もしないで家でゆっくりします。いつも朝ごはんを食べないで出勤します。 今朝、新聞を読まないで急いで家を出ました野菜を全部食べないで残しました宿題をしないで寝てしまいました